こんにちは、ひとひかりです。今日はね、プレゼント開封したいと思います。ありがとうございます。今ね、玄関開けたらプレゼントが届いてました。本当にありがとうございます。多分ね、ライブ配信で送りましたって伝えてくれた方がいるんですけど、それですね。で、中身が全くわからないんですけど、ちょっとね、毎回サプライズなんだけど楽しみですね。じゃあ開封させていただきます。なんか喉の調子悪いですね。部屋の空気が悪いかもしれない。じゃあ開けさせていただきますね。じゃん、よいしょ。なんかすごいたくさん入ってる。ありがとうございます。毎回嬉しいですけど、カップ麺が袋にドンと入ってる。ありがとうございます。なんか多分これいろんな種類が入ってるやつですよね。めっちゃ嬉しい。味噌とかカレーとか全部か、全種類がいくつか入ってるやつを送ってくれたんだな、多分。ありがとうございます。すごいすごい。何個あるんだろう。これは本当に助かる。カップ麺はちょっと自炊する時間というか、キッチンが使えてない状況なので、カップ麺すぐ食べれるしいいよね。あと何個入って、ん、玄米茶。玄米茶が一袋入ってましたね。なんだろう。ありがとうございます。これで最後か。1、2、3、4、5、6、12個。カップ麺12個と玄米茶が一つ入ってました。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。で、お、味噌汁。ありがとうございます。味噌汁もいただきました。味噌汁ね、たまに飲むんですけど、インスタントのやつ。美味しいですよね。でも今お腹壊してるんで、ちょっと優しくていいかもしれない。体調にもいい。ありがとうございます。これが、10食入りが3袋かな。茄子と野菜と長ネギのやつ。ありがとうございます。めちゃめちゃいただいて。最高ですね。で、お、ギフト券。ギフト券いただきました。ありがとうございます。前ね、違う視聴者様から大量にもらったギフト券を使って、注文したんですよ、今日。ハムちゃんのラックを。だから、もう少しね、環境良くなると思いますね。あ、おもちゃん出てきた。そう、だから、もう少しでラック届くんですけど、またね、こういうのも違うやつ買わせていただきますね。ありがとうございます。めちゃめちゃ豪華だ。なんだろう、これ。え、なんだこれ。ふりかけかな？ニンニクとか書いてある。手のり玉って書いてあるけど。ふりかけのやつかな？アルミア手のり忍者、おかか。ふりかけですね。ありがとうございます。なんかこういう、かわいいふりかけのしそとか、のり玉とか、いただきました。申し訳ないですね。ありがとうございます。で、最後。お、サバ缶詰めセット。ありがとうございます。サバ缶はね、本当に嬉しい。これだけで、本当おかずになるし、めちゃめちゃ多いしね、ボリュームが多いから、お腹いっぱいにもなるっていう。あ、サバ味噌と水煮だ。これ。ありがとうございます。何個入ってんだろう。12個か。12個いただきましたね。ありがとうございます。全部リストには入れてなかったんですけど、本当に視聴者様チョイスで食料品をたくさんいただいちゃいましたね。ありがとうございます。ちょっと並べようかな。わかるかな？めちゃめちゃいただいちゃいましたね。カップ麺と、玄米茶と、サバ缶と、この海苔玉。かわいいやつ。忍者。まだある。大量にもらっちゃった。で、ギフト券と、味噌汁30食。めちゃめちゃいただいちゃいましたね。ありがとうございます。やば。これは嬉しい。大量ですね。ありがとうございます。じゃあちょっと、メッセージを読みますね。ギフトお楽しみください。ポムタンさん。ポムタンさんからいただきましたね。ありがとうございます。めちゃめちゃライブ配信毎回来てくれる。すごいね、優しい視聴者様で、
メンバーシップも最近入ってくれたし、すごいいい人ですね。ありがとうございます。しかも、キノハム T シャツ、これ、黒バージョンも買ってくれたんですよ。なんかすごいね、良くしてくれますね。本当にありがとうございます。ささやかですが、ご飯のお供に召し上がってください。いつもライブと動画楽しみにしています。ポムタン、ありがとうございます。そう、ライブ毎回してる時も、絶対来てくれる。すごいね、いい人なんですよ。ギフトお楽しみください。ギフトお楽しみください。ギフトお楽しみください。ありがとうございます。全然ささやかじゃないっていうね。大量ですね。いや、僕もね、ライブ配信中とか、皆様もそうですけど、ポムタンさんに相手してもらって、本当に感謝してますね。寂しい気持ちが紛れて嬉しいです。ありがとうございます。動画もね、たくさん見ていただいたら嬉しいですね。それでね、僕が出してないってのもあるんだけど、まあ出した時、出せる時は、たくさん出したいと思います。ありがとうございます、ポムタンさん。サバ缶も、しかも、このアザラシのね、入れ物も可愛いですね。来世はアザラシに生まれる予定なので、アザラシ嬉しいです。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ大量で。これ食べて、日々を過ごしたいと思いますね。ホムタンさんありがとうございました。めちゃめちゃ大量でね、嬉しいですね。本当に、いつもお世話になりっぱなしで。ありがとうございます。もんちゃんがね、亡くなってから3時間ぐらい経ちましたね。今、もんちゃんのお別れ動画を編集中なんですけど、休憩がてらね、ポムタンさんにいただいたカップラーメンをね、食べたいと思います。お、ポムタンさんありがとうございます。ちょっとね、息抜きに。お、ちょうど12時かな。12時の鐘が鳴ってます。今日はシーフード味。たくさん種類いただいちゃったんでね、たくさんいろんなもの食べれるっていうのは幸せですね。ありがとうございます。やっぱね、悲しくて、あの動画編集しててもね、泣いちゃうんで、ちょっと体力持たないね。本当は朝起きてすぐのことだったし、何も準備してなくてね、今、なんか本当に心の整理がついてないというか、いやー、悲しいね。いやー、もんちゃんにはね、すごいお世話になったから、たくさん癒しももらえたしね。本当にいいハムちゃんでしたね。まだ、亡くなって数時間しか経ってないからね。なんか、まだいる気がするけど、本当はもういないっていうのは悲しいですね。いただきます。ま、皆様には感謝ですね。皆様ともんちゃんには感謝ですね。ここまで生きてこれたのは本当にもんちゃんのおかげだと思って。あとは皆様のおかげ。まあ悲しいけど、一通りさっきね、泣いたんだよ。ほんと。ああいう動画は撮らないように思ってたんだけど、最初の方は。日野浜始まってね。絶対撮るのやめようと思ってたんだけど、いざ、そういう場面になると、やっぱ残したいっていう気持ちと、残せる立場にいるし、あと僕は、かなり特殊だから、僕はっていうか、もんちゃんは特殊なハムちゃんだから、皆様と一緒に育ててもらったから、義務感がありますね。賛否両論あると思うし、多分結構、批判コメントも来ると思うけど、まあそれはしょうがないと思う。でも良かったですね。楽しかった。癒しをたくさんもらえて、もんちゃん。噛みつきもんちゃんでね。亡くなる2日前ぐらいもめちゃめちゃ噛んできて痛かったんですよ。それ急に今日朝ぐったりしてたから、なんか、ねえ、ほんと突然来るんだなって思いました。でも気づけてよかったですね。ほんと、いいハムちゃんでしたね。唯一無二だ。まあ、それぞれハムちゃんは、ハムちゃんというか、ペットというか家族というか、
まあ、唯一無二だと思うけど、僕もボンちゃんは唯一無二だった。人生を変えたモンちゃん、人生を変えたハムちゃんと言っても過言ではない。それは今まで見てくれた視聴者様がよくわかると思うけど、本当にそう、本当にそう思ってる、心の底から。なるべくね、早く編集してアップロードしようかな。じゃないと多分一生アップロードしないと、もうこういう勢いじゃないと本当にダメだね。夜とかになっちゃうと多分また悲しくなるから。泣きそう。まあ感謝ですね、もんちゃんには。もんちゃんとね、なくなっちゃった動画編集し終わりました。いやー、泣きすぎてね、目と脳みそが痛いですね。明日目パンパンになると思う。そう、泣きすぎると目パンパンになっちゃうんですね、僕。多分明日の朝がすごい腫れてると思う。今は大丈夫だけど、頭痛いですね、泣きすぎて。いや、編集してもう勢いでやっちゃった方がいいなと思って、何時間ぐらい、 6?7 時間ぐらいで終わりましたね。まだ悩んでるけどね、公開しようか。うん、でもせっかく最後収められたことはすごいラッキーだったしね、本当に幸運だったかもしれない。その点に関してはまだわかんないけど、まあ、とりあえず編集は終わりましたね。で、頭痛いっていう。で、ちょっとね、散歩しようかなと思ったらね、プレゼント届いてましたね。ありがとうございます。これ多分昨日ライブ配信4時間ぐらいやってたんですよ。それで視聴者様が送ってくれたやつが今日届いたのかな。だから何時間、12時間ぐらいで届い、もっとか、20時間ぐらいで届いたと思うんですけど、すごいですよね。ありがとうございます。多分その内容だと思う。これはギフト券かな。ありがとうございます。こっちからギフト券も買ってくれたのかな。じゃん、ん？お、ギフト券ですね。ありがとうございます。2枚入ってました。めちゃめちゃ嬉しい。これでね、また何か買わせていただこうと思いますね。ありがとうございます。なんか、いいものあったら買いたいと思います。ありがとうございます。めちゃめちゃ、ありがたい。メッセージは入ってない。なんか、板が入ってる。で、こっちかな。こっちに入ってるかも。じゃん。お、やっぱそうですね。昨日ライブ配信で今メッセージ伝票入ってなかったんであれですけど、ライブ配信でポンブタンさんが送ってくれましたね。ありがとうございます。このわかるかな、 PC スタンドなんですけど、開けちゃおうかな。そしたらね、ポンタンさんがライブ配信で欲しいものあるかって言ってくれて、で、たまたまライブ配信始める前にこれ追加させていただいてて、そしたらね、すぐ買ってくれたんですよ。本当にありがとうございます。なんか外に置いてたから、置き配だからさ、めちゃめちゃ暑い。でもいいや、ありがとうございます。ちょっと、え、あ、こういうやつか。こういう風に使うみたいですね。ありがとうございます。見た目もいいし、ガジェット系っぽいしね。ちょっと試しに、見えてるか。おお、すごいすごい。こうやって開ける。で、下からさ、熱も排気できるし、こうやってまっすぐになるから首もね、負担減るし、まあいい角度でね、カメラも映せるし、最高ですね。ありがとうございます。 PC スタンドとギフト券いただきました。ありがとうございます。ポンタンさん、すいません。ほんと今
激動の日だったね。まだ終わってないんだけど、片付けとかもあるし、おんちゃんの埋葬葬儀方法とかもいろいろやんなきゃいけないけど、疲れました。頭痛い。泣きすぎて頭痛いですね。ほんと編集中ずっと泣いてたから、ね、いやでもモンちゃん今ちょっと落ち着いたからね、夜になるとまた寂しくなっちゃうけど、モンちゃんには本当に感謝したいと思いますね。モンちゃんが、何回も言うけど、モンちゃんのおかげで元気になったしね、すごい癒しもたくさんもらえたから、本当にありがとうって言いたいですね。モンちゃんね、イハムちゃんでした。モンちゃんと出会えたことが多分ここ数年で多分僕が経験した中だといい出来事だったかな。泣いちゃう。まあそんな感じで、はい、ポムタンさんありがとうございました。大切にね使わせていただきます。これはもうなんかガジェット系っぽくてかっこいいですよね。このまま置いときます、机に。ありがとうございました、ポムタンさん。4時ぐらいからねずっと歩いてますね。セブンでなんとなくパン買ってみました。朝ねゴミ出しして、本当は早朝行けないんだけどごめんなさい。朝ね、ゴミ出ししてそのまま歩いてます。うん。やっぱね、起きちゃいますね。心臓ドキドキってのもあるし、もんちゃんが死んじゃったってのもありますね。悲しいですけど、うん。っていう感じですね。何もしてないよりはいいと思うので、外を歩いて散歩してセブンにたどり着きました。パン買って。まあ、辛い時はね、朝歩いてもいいし、深夜外出てもいいし、なんかそういう、リミッターじゃないですけど、自分の中での制限が外れた気がしますね。別に何してもいいし、自分が好きなようにしたいのが今の感想かな。結構、辛いですね。おんちゃんがいないのは。います。うまっ。鯉がついてきますね。餌付けされてんのかな。大量の鯉が集まってきました。人の陰で。多分餌付けされてますよね。こうするとついてくる。ちょうどパン持ってるけど、あげるのはやめましょう。癒し。散歩から帰ってきました。なんだかんだもう5時とかになってましたね。4時前、暗い日の出前はね、涼しくて散歩でいい感じなんだけど、やっぱ日が出るとね、一気に暑くなって、ちょっと帰りたくなって帰ってきました。で、途中公園とかやってたらね、めちゃめちゃ蚊に刺されましたね。なんかクワガタとかいて、結構楽しかったけど。あと鯉とか。で、ナミさんにいただいたね、ギフト券で、コーヒー買いました。ありがとうございます。ファミマのね、コーヒーチケットをもらったので、カフェラテの M 買ってきました。なんかホットしか買えなかったんですけど、多分いただいたのがね、結構前で冬とか春の時期だったんで、あれですけど、ホットしか買えなかったので、カフェラテのね、ホット買いました。ありがとうございます。でも、たまにあったかいコーヒーとか飲むと美味しいですよね。今日は気分転換でいいかもしれない。いただきます。あ、美味しい。普段ブラックばっか飲んでると、カフェラテたまに飲むとまろやかでいいですね。なんかすごい牛に刺されてかゆい。ブーちゃんが起きてる。
可愛いですね、トコトコして。そう、あのもんちゃんのねお別れ動画みたいなあれにコメントたくさんいただいてね、本当嬉しかったですね。ありがとうございます。まあ見てないかそう、キノハムの視聴者様がどれぐらいいるかわかんないけど、そう、本当に優しい人ばっかでね、嬉しいですね。で、一件だけね、ちょっと僕が言ってること伝わってないなって人がいるんですけど、まあ、そういうの見るとちょっと落ち込みますけど、多分動画ちゃんと見てない。てか40分ぐらいあるから、まあそういう人はちゃんと見る余裕もないんだと思うけど、まあしょうがないですね、それは。まあ、難しいですね。自分が言いたいことを伝わるかどうかっていう問題もあるし、表現できるかって問題もあるし、100% いい感じに表現しても、それ相手が理解する能力なかったら伝わらないしね。本当に難しいと。相手が子供とか、まあ、大人、ご老人とか、うん、いろんな生きた環境とかあると思うから、一概には言えないけど、悲しいなって思いますね、伝わらないのは。うん、でもまあしょうがないですね。結構センシティブな内容だし、僕が悪いと思います。でも、9割区分ね、優しい視聴者様で、本当読むとね、泣けてきますね。ありがとうございます。もんちゃんのおかげでね、いろいろ、皆様の優しい、そう。ま、あったかいの選んでよかったね、むしろ。目もっと腫れるかと思いきや、あんま腫れなかったね。うん。これからもっと腫れるかもしんない。でも、散歩、リフレッシュできてよかった。これから、朝起きちゃったら、何時だろうが、外出ようかな。その方が、精神衛生的にはいい。なんかブログ、こうやって連続で撮ってると、切れ目がね、なくなっちゃうんですよ。だから、今日は、一回締めようと思いますね。多分3日前、2日前ぐらいから撮ってるけど。そう。いや、いよいよ、昨日ですけど、大変でしたね。これからやることもたくさんあるけどね。辛い。正直辛くて悲しいっていうのが率直な感想です。じゃあね、今日はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。Mm-hmm.